はい、小橋です。ミンゴルやっていきます。今週の動画はですね、最初に兄さんから、コメントでいただいた企画、今週の雪村さんをやり、次にラントナ、そして最後にね、ガチャ、第3弾が始まったガチャについて、流していきたいと思います。ではまずは、今週の雪村さんでーす。じゃじゃーん。さあ、ベストプレー雪村さん。お、49ポイント。小橋の上にいます。あ、下にいます。一個下にいます。ドラコン。じゃ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 。お、雪村さん、7位。391ヤード。素晴らしい。ロングパット。じゃ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 ん。お、小橋より1個上の 4.14 メートル。素晴らしい。最大ボーナスポイント。じゃ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 。8671ポイント。13位。イエーイ。あ、これチームの皆さん、他の皆さんのポイントも、あ、おっとっと。すいません、ちょっと違うボタン押しちゃったので、チームの皆さん、他の方のポイントも入っちゃってすみません。累計ボーナスポイント、じゃん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 、13万1565ポイント。13位。なんとだいたい小橋の一個下にいるっていう感じですかね。はい。ちなみに先週の結果は、雪村さん14位、累計14位、最大14位、ロングパット14位、ドラコン13位、ベストプレイ14位でした。あれ、チームでお一方最近プレイされてない方がいらっしゃる感じですかね。その方に助けられてなんとか15位は免れてる感じです。さあ、こうやってプレッシャーをかけて雪村さんの復活を待ちたい今日この頃でございます。はい、ではラントナ行ってきます。これこれどうすかね、企画として微妙っすか、面白いっすか、継続した方がいいですか。ご本人含めて、あと雪村さんファンも含めてご意見お聞かせください。はい、では今週はキングスガーデン、後半ですね。さあさあさあ、まあ、今週もねちょっとね、パワーの数値によって理論値が変わるかなっていう、うん、こうですね。で、最初のホール、小林381ヤード以上ね飛ばせる方はここね、雨であってもピンそばに近づけられます。あー、ジャスト今失敗で、これね 97% だとね飛距離もだいたい381じゃない、ピンの近く、おお、行き過ぎた。だいたいピンそばにね、寄るんですけど、すごい、ものすごく右にぶれて、ものすごく飛距離もぶれたって感じですかね。いや、このパットは嫌なパット。毎回動画では理論値を上げられない小橋なんですが、今回もそんな予感がしょっぱなから。いけ、よし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 。97% の時はね、
381ヤードの時に、ね、ピタッとねグレートショットになったりするんですよね。96%だとちょっとやっぱ 2,3 メートルショートっていうところがあるんですけど、まあ、なので、パワーボールなり、いろいろな、アクティブスキルで、この1個の基準である351ヤードマックスまで上げて、まあ宿場なりなんなりでね、超パワーなりでね、381ヤード飛ばせる方、そこちょっと目指してほしいなっていうところですね。はい。まあ、逆にね、それ以下の方はね、なるべくね、平らなフェアウェイに乗せて、で、結構ね、チップインイーグルっていうのを一緒に回っててね、出てるので、そこ目指してみてください。はい、まあ、小橋流のこのセカンドホールのね、攻め方、ここはね、縮方形がある方、ね、あの飛距離伸ばせるスキル持ってる方は、そのスキル活用した方がいいかもしれないですね。このアプローチウェッジとかサンドウェッジでね、まあね、普通のゴルフではありえないのかもしれないんですけどね、で打つと、バックスピンで確実に木のことは超えられます、うん、なので無理にサイドスピンとかかける必要なく、ですごい右ブレ出てたので、今ちょっとね、左キックの、コースなんですけど、ちょっとあえて左にずらしてやっていきます。うー、ほんと動画だとうまくいかない。これもう一回撮り直していいですかね。もう一回チャレンジします。なので、今回のホールはちょっと省略気味に、でも入らないかな、入んないか、ちょっと省略気味に打っていきます。ちょっと待ってくださいね。じゃあ一回失礼します。はい、っていうことでね、動画上では一瞬かもしれないですけど、サクサクっとちょっと、撮影の方を中断しながらラントナ回りので、ひどいですね。ボギーバーディー、本当はバーディーイーグルが理論値のところ、ボギーバーディーで、2アンダーでフィニッシュですが、再開は免れてる。おっと、再開は免れてる。実はね、セカンドホールボギーだったんですけどね、1位だったんです。あれ、これはもしかして2アンダーで奇跡の優勝。まあそんなこともありますよね。あるのかな。いやなかなかね、やっぱりね、どうなんですかね、やっぱり低反発スキルがないと結構キングスって難しいんですかね。うん、ですよね。まあ徐々にね、新コースもね、どんどん出る新コースはね、やっぱりね、いろんなところでね、難しさが追求されないとね、新コースの意味がないっていうところもあると思うんでね、うん、それもまあね、今後どういう新コースが出るかも上さん次第ですけどね。はい、お疲れ様でーす。さあ気を取り直してなんですが、ちょっとスマホがだいぶ重くなってきたので、同じようなミスをしてしまう可能性は大いにありますが、まあその場合はね、なんとかこうやって口頭だけで伝えていければなというところではあります。はい、うん、なんかね、あれなんですよね、スマホが古くなってきたっていうところもあるんですけどね、結構なんかミンゴリ合いながらカクカクって止まったりして、かめっちゃったりうさぎっちゃったりすることがね、最近ねちょくちょくあるんですよね。
今日、96%だからちょっとショートかなっていう印象ですかね。で、ちょっと旗より右に設定していたんですけど、左に行ってるってことで、今回は左ブレというふうに、小橋は判断します。お、チップインイーグルされた方、素晴らしいですね。さあね、全体的に。危ない。やっぱ全体的になんかあれですよね、キングスって、一つの方向に、急なグリーンが多いので、ほんと左右のブレであったりとか、まあそのね、によってね、フックライン、スネラインがね、スライスラインがね、すごい厳しかったりしますからね、まあ落としどころ注意っていうところはありますよね。さあさあさあ、さあもうラントナの話は必要ないですよっていう方は、最後ちょっとね、本日から始まった、ガチャについての見解を述べたいと思うので、そこまで飛ばしていただいても大丈夫です。このね、まさかの2回目のねラントナですからね。さあさあ、お願いだからスマホ固まんないでくれっていうところはありますがね。やっぱり iPad とかでやってる方の方があれなんですかね、そういうところはスムーズなんですかね。自分の知り合いでね、 iPad でミンゴルやってる方がいてね、その方を見てると羨ましいなっていうのはね思ったりするんですけどね。そう、山じゃないや、この森を越えるためにアプローチウェッジまで、番手をね下げてですね、打ちます。で、左ブレでさらに左キックなので、ちょっと右側にずらして、もうねジャストインが本当にスマホの重さになってますね。よいしょー、キックして弱かったかー。まあこういう感じで攻めて、どういう感じかっていうですけど、このね、さっき結構スライス、フックしてたので、今回も危ねえあ、しまったー。まあいいや、最後の方、いや本当はここでね、今回ね小橋のこの攻め方ね、霊峰2をね余らしちゃうんですよね。なので今回インパクトボーナス、そこでかけ 1.4 してね、コツコツねボーナスポイントを取りに行くっていうところもやりたかったんですけどね。はい、で最後のホール、まあ晴れでも雨でもないんです。ちょっと小橋350ヤードしか飛ばないんですけど、まあ一個は超パワーで、これね風向き、追い風のフォローの風の時もあるのね、超パワーか、まあ祝砲で、まあ365ヤード無風の状態で飛ばせれば確実に森を越え向こうのフェアウェイに乗ります。はい、なのでちょっとまあ参考にしていただいて、でね、割とね平らで、まあここでいよいよ霊峰図を使いの、どうなんですかね、若干つま先下がりなのか、このね傾斜の読みが難しいですよね。お、ジャストインようやくした。お、いい角度か、どうなんだ、行くか、行け行け、うわうん、まあまあですかね。
こんな感じでね。で、最後もね、どうしよっかな。1個はここで礼法でね、インパクトボーナス等を稼ぐ。ただし、夕日が強すぎるんで、ちっちゃ。まあ、なのでね、拡大で確実に。あぶね。っていうところですかね。まあこれはね、おのおのの判断ねと思うんですけど、ようやく動画で理論値取れました。はい。まあボーナスポイント的にもまずね、3満点はね、超えたいなっていうところは今回あるのでね。よいしょ、じゃん。まあ1369、やっぱワンチップ取らないとっていうところですかね。あ、すいません。先週の結果をお伝えしなかったですね。先週の結果、じゃーん。お、さすが黒猫さん。19アンダー。全体の3位。素晴らしい。ももさん。鶴桃さん30位、18アンダー。エグゼさん、チームメンバー83位、すごいですね。チロベイ37位。お、HYSO さんが、あ、ここから15アンダーですね。スリーチップ、素晴らしい。ナバーロさんも320位。お、モゲラさん326位。テンさん406位。レフトさん467位。先週は大変失礼いたしました。パームスさん507位。K. ドットさんでっていうおっしゃっていいんですかね、チームの、メンバー573位。お、リオン2さん591位。チームメンバーが続いてます。さあ、西安さん653位。ここから、14アンダー。軍師ああぐぐべあかんべあかんべさん728。TK とさタカさん、メンバーの皆さん735位。13アンダーに、カジコさん、YOA さん、チームメンバーさん、お、チームメンバーが続く、ショコさん、そして小橋ね、これ999位狙ったんですけどね、どうなったか、あと11人頑張ってくれればっていう感じですかね。はい。で同じく13アンダー、ハヤトさん、サトシさん、ホサンマスですね。あ、12アンダーでもね、ボーナスポイントによって1511位だったんですね。マスワさん13、アッチーさん、ナユタさん、タカシ100%さん、コイチさん、サケさん、ムクさん、ツバサさん。あ、12アンダーでね、やっぱりボーナスポイント次第って感じなんですかね。が3000いないっていうね。まあ、雪村さん時代のね、目標の一つっていう感じでしたね。はい。では、お待たせしました。今日から始まったガチャについて。ちょっとね、チームのメンバーでもね、チャットでね、話題になっているのですが、今回のウェアですね、ウェアの、これか、スキルね、についてで、ちょっとガチャ最近重たいので時間があれなんですけど、このウェアですね、このサードアニバーサリーカッコフェアウェイね、カッコフェアウェイがこれ、お、なんだなんだ、全パラメーター20%アップ、しかも飛距離がアップ、お、いいじゃないか。と思ったんですけど、この全パラメーター20%アップっていうのは、フェアウェイ対象であって、で、そのフェアウェイがどこまで対象かって言ったら、実はティーショットは対象じゃないんですね。なので、ティーショットで一番パワーが必要なんですけど、そこには反映されない。だこの飛距離アップっていうのがどのくらいかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ、それはもう、この全パラメーター20%アップっていうのは、
ティーショットには反映されないっていうのはもう、分かっているそうなので、まあ、なので、まあ、それ以外でね、この 20% がなくてもマックスの351ヤードプラスアクティブスキルができる方にあればおすすめですかね。特にすごい400ぐらいの、クラブ、パワー400とかのクラブを持っていて、で、このね、パワーがね、十分足りてるよっていう方には、全部揃えると、礼法がね、プラス10されるのかな、だったりとかね、このね、風神が使えるようになるっていうところはね、おすすめなのでね。風神。そうですね、風神がマックス使えるっていうのは、すごくでかいとは思うので、まあ、そういう方にはおすすめですよね。全部揃えるためには、最大8回だから3パ24、24万コイン。で、まあ、ギアはね、今回、ティーショットチャンスが使える、スリング457と、まあ、何よりハイパーショットクラブ3ですね。小橋、ボール当てたので、こっちの方ね、やっぱり今回はちょっと第3弾はギアをチャレンジしていこうと思います。で、まあ、第4弾がきっとね、8月の前半にあると思うので、そっちも最後、期待していこうと思いますので、皆さんまたミンゴル引き続きやっていきましょう。以上、今日も長々喋ってしまいましたが、小橋でした。皆さんでミンゴル楽しんでいきましょう。失礼します。